ブラックベス街道の騎士、ディック・ターピンを主人公とした人気作。1860年、ペニードレッドフル、19世紀のイギリスで発行されていた安価なシリーズものの小説の通称。通常は毎週1話ずつ1ペニーの価格で刊行され、探偵や犯罪者、または超自然的な出来事の悪用などを主題として、 基本的にはセンセーショナルな内容が展開された。その内容から転じて、若者向けの安価な低俗小説という意味合いも持ち、日本語では三文小説と意訳される場合もある。他にも、部別の意味を含んで、ペニーホリブル、ペニーオーフル、ペニーブラッドなどとも呼称された。1830から40年代の最初期に、刊行されたものとしては、スイーニートッドやディック・ターピン、 吸血鬼、バーニーなどを主人公としたものが有名。18世紀から19世紀にかけて、イギリスでは公開処刑に際して犯罪ブロードサイドがよく発行されていた。これらの多くは専門の出版社によって行われていた。典型的なものとしては、そやな犯行シーンの絵、犯罪者の肖像があるいは公式絵の一般的な規範画が掲載されていた。 犯罪の内容や裁判、そして多くの場合には犯罪者による裁判での罪の告白内容などの説明があった。また、読み手に対して犯人のようにならないよう注意する儀式も特徴の一つであった。ビクトリア朝時代のイギリスでは、識字率の向上をもたらす社会変化を経験していた。資本主義の台頭と工業化により、人々は娯楽にお金を使うようになり、 小説の大衆化に影響を与えた。印刷技術の向上は、ジョセフ・アディソンのスペクテーターや、リチャード・スティールのタトラーなどの新聞の相関につながり、イギリスにおいて、余暇の位置形態として、読書という得意な概念が完全に認知されるに至った。その他の重要な変化として、鉄道やエンジンの発明による移動能力の向上、鉄道流通の登場などが挙げられる。 こうした変化は安価な大衆文学の需要とそれを大規模に流通させる能力の双方を生み出した。この需要を満たすために1830年代の最初に1ペニーの観光物が登場した。1830年から1850年の間にこのジャンルを受け入れた多くの雑誌に加えて ペニーフィクションの出版社が100社に上った。一連の観光物は労働者階級の読者に手頃な価格として設定されており、一部あたり1、シリングほどの価格であったチャールズ・ディケンズのような作家の連載小説よりもかなり安かった。吸血鬼バーニーの表紙物語自体は、オトラント上機関や、僧侶のような初期のゴシックスリラーや、有名な犯罪者を題材にした。 新しい物語の復刻、あるいは書き直しが多かった。1836年に出版された最初のペニードレッドフルは、ライブズオブザモーストノートリアスハイウェイ s フットパズ、シーと題されるもので60号にわたって刊行され、各8ページの短いテキストと一つの半ページのイラストで構成されていた。これらの作品群で有名な作品としては、 殺人鬼の理髪師、スイーニー・トットを主人公とするザ・ストリング・オブ・パールズ、エイ・ロマンス、ロンドンの謎、吸血鬼・バーニーなどがある。吸血鬼・バーニーはフランシス・バーニー教の物語であり、現代における吸血鬼の設定に大きな影響を与えた。スイーニー・トットが登場するザ・ストリング・オブ・パールズの挿絵、ニッケラス・ニクルベリー・マーティン・ガズリュイットと題して、 チャールズ・ディケンズの作品を元にしたペニードレッドフルを数多く出版している。覚悟の冒頭に掲載されたイラストはドレッドフルの魅力の不可欠な部分であり、しばしば将来の展開への期待を煽るものであった。ある読者は公式系された男や火事に焼かれる男の絵を見た。彼のすべてを知ることができなければ気が狂う者も,もいるだろうと言った。 出版社に寄せられるイラストレーターへの注文もより多くの地、もっと地が必要だ、というようなものであった。週に1ペニーも払えなかった労働者階級の少年たちは費用を分担するクラブを結成し、薄っぺらな小冊子を回し読みした。もう少し先進的な若者はいくつかの会を合冊して一つにまとめ、それを友人に貸し出した。 1866年に発行されたボーイズ・オブ・イングランド誌は新しいタイプの出版物であった。8ページほどの雑誌であったが、特集という形で人気のある記事やシリーズものをまとめて掲載した。こうした形態はすぐにボーイズ、レジャー・アワー、ボーイズ、スタンダード、ヤング・メン・オブ・グレート、ブリテンなどのライバル誌を生み出した。価格も品質も同じであったため、 これらもペニードレッドフルの一般的な定義に当てはまる。1860年代に登場したアメリカのダイムノベルはイギリスに輸入され書き直された。これらはボーイズファーストレートポケットライブラリーなど小冊子という形で配布された。フランクリード、バッファロービル、デッドウッドディックはペニードレッドフルの読者たちに人気があった。ある解説者の言葉を借りれば 1890年代初頭に後の出版業界の大物アルフレッド・ハームズ・ワースによるさらに低価格のハーフペニードレッドフルが登場するまで普通の若者が読むことができる最も魅力的で低価格で逃避的な出版物であったからペニードレッドフルは影響力を持っていた実際のところその内容はドラマチックでセンセーショナルであったが 社会に対しては無害であった。ペニードレットフルは明らかに文学的な選択において、啓発的でも感動的でもなかったが、あえて言えば、工業家時代の若者の識字率を高める効果につながった。しかし、このセンセーショナルな文学が広く流通したことは、ビクトリア朝中期のイギリスにおいて、犯罪に対する恐怖心を煽る結果につながってしまった。 イギリス出版業界の有力者であるアルフレッド・ハームズワースは労働者階級向けの人気のある雑誌を創刊した。1890年代に入るとペニードレッドフルの人気に競合する文学が台頭し始めた。ペニードレッドフルへの挑戦をリードしたのはアルフレッド・ハームズワースが発行した定期刊行物であった。これは半ペニーの価格で少なくとも初期は ペニードレッドフルの物語よりも上等なものであった。ハームズワースはペニードレッドフルが社会にもたらす悪影響に挑戦したかったと述べている。1893年に観光が始まったザ・ハーフ・ペニー・マーベルの総刊号には以下の声明が掲載された。ほぼ毎日のように治安判事の前には少年たちが引き立てられている。巷にに溢れたドレッドフルの その物語にある例に従って、自らの雇い主を襲い、その得た金でリボルバーを買い、家出し、バックストリートでハイウェイマンのように振る舞った結果である。これら含めた多くの悪事は、ペニードレッドフルが原因である。それは次世代の犯罪者たちを生み出し、我々の刑務所を埋め尽くすのに役立っているのだ。ザ・ハーフ・ペニー・マーベル、ザ・ハーフ・ペニー、マーベルの観光後には、すぐに、 同様の趣旨でハペニーの価格のザユニオン・ジャック氏やプラック氏など多くの定期観光物の相関が続いた。当初は実体験に基づくとされる高等な道徳物語が主であったが、競合相手と同じ題材を扱うようになるのにはそう、時間はかからなかった。熊野プーさんの作者として知られるエーエミルンは、ハームズワースはハーフペニードレッドフルを作るという単純な方法で、 ペニードレッドフルを殺してしまったと述べている。しかしながら、ハームズワースが新興出版をまとめたアマルガメーテッドプレスなどのもとで質は向上しており、第一次世界大戦までザユニオン・ジャック氏はイギリスの市場を席巻していた。また、ペニードレッドフルの悪影響に対抗する意図をもって観光されたジョージ・ニューネスによる1年の名著のペニー文庫や、 WT ステイドによる1896年のザ・ペニー・ポピュラーノベルズようなシリーズがあった。消費文化の高まり、識字率の向上、工業化、鉄道の発展により、大衆向けの安価で人気のある新しい文学の市場が生まれ、大規模流通が可能になった。1830年代にこうした需要を満たすものとして、ペニードレッドフルは誕生した。ガーディアン氏は、 ペニードレッドフルをイギリスで最初に起こった若者向けの大量生産された大衆文化及びビクトリア長期のビデオゲームと表現した。1週間で100万を超える青年向けの定期、観光物が発行されていた。ペニードレッドフルから出てきた2人の人気キャラクターは1871年にボーイズ・オブ・イングランド市で紹介されたジャック・ハーカウェイと1893年に ハーフペニー・マーベルで始まったセクストン・ブレイクである。1904年にはユニオン・ジャック氏はセクストン・ブレイクの専門誌となり、その後、1933年の同志の終演まで迷子に登場した。ブレイクは1970年代に至るまで約4000冊の物語に登場している。ハーカウェイはアメリカでも人気があり、多くの模倣者がいた。 1846から1847年に登場したスイーニートットはスティーブンソンドハイムのミュージカルスイーニートットやティム・バートンの長編映画スイーニートットフリート街の悪魔の理髪師の題材にもなっているペニードレッドフルはイギリスのコミック雑誌へと発展した暗化、定続、また戦時中の古誌の教室運動などのためにペニードレッドフルの特に最初期のものは 今日にかなり希少である。ペニードレッドフルにちなんで名付けられたものとしては、アニマルコレクティブによる、楽曲、ペニードレッドファルズ、アイルランドの文芸誌、ザ・ペニードレッドフル、ビクトリア朝のイギリスを舞台とする、ホラードラマ、ペニードレッドフルナイトメアチの売られた秘密などがある。ありがとうございます。